ダメージに邪魔されない毎日を、ニューダブヘア。からお伝えしてまいります。この後大型の台風10号が上陸へ、すでに各地で大きな影響が出ています。現在午前0時にはすごいチームになりますね。楽しみですね、楽しみですね、ドリームチームになりますね。そして次の対戦相手は世界5位の強豪アルゼンチンです。続いてはこちらです。メジャー。そして6時台は女子ゴルフの渋野日向子選手、明日開幕する大会へ向け練習ラウンドでも前夜祭でも渋子節を連発です。イノゲの井上氏。さあお盆休み真っ只中、はい、忙しくても栄養をマメに取りましょう。可愛らしいマメにね、はい、お二人とも準備はいいの、はい、OK。 さあ今日はギャバ古代酢もやしです、はい、いわゆる豆もやしですが、ね、嬉しいのは袋のままレンジでチンできること、うん、下茹でなどの手間いらずでとっても便利ですよね。そのままチンできるんですね。そうなんです。まずは古代酢もやしを使って簡単炊き込みご飯です。よいしょ。生田さんお願いします。うわ美味しそうです。美味しそうですよね。うわ、これとっても簡単で、焼いて味をしっかりつけた豚肉とレンジでチンした豆もやしを炊飯器に入れて炊くだけなんです。いただきます。お好みで食べるラー油を乗せてお召し上がりください。食べるラー油もね、はい、乗せてみてください。美味しい。あ、もやしさゆっくり食べてゆっくり、はい、ラー油を乗せて食べましょう、はい、よいしょ。ラボもらえかけ、うんうん、これは食欲をそそります。ご飯進みそうですよね、うん、豆がいい感じ。皆さんいかがですか。おいしい。いい食感。これはご飯進みますね。もやしにも合う。もやしと肉に、うん、はい、そしてもう一品あるんです。もやしレモンもあります。こちら、うん、古代酢もやしにレモン汁と白だしで味付けした調理済みのものです、うんうんうん、そのままでも十分美味しいんですが、うんうん、今回はサバ缶とゴーヤで和えました。ちょっとすみません、井上くんがもうこれが美味しすぎて、はい、次進みます。止まりません。こっちも食べてください。レモンもやしに、はい、この古代酢もやしに多く含まれるギャバには血圧を下げる作用、ストレス緩和、安眠効果が期待できます。井上さん、安眠効果ありますよこちら。ちょっとまだ食べてないんで全然安眠効果出てないです。うん、おいしい。あ、美味しいです。もうシャキシャキ、今すぐ寝れそう。早いですね。もうちょっと頑張って。でした、はい、ここからはスポーツです。スマイルシンデレラ渋野日向子選手が明日開幕の大会に向けコースを確認、シックなドレス姿も披露しました。明日開幕する NEC、楽しみですね。その日本代表ですが、今後アルゼンチン、ドイツ、チュニジアと強化試合を行ってワールドカップに挑みます。続いてはストライキングニュース。親子が乗っていた車が突然爆発しました。うん、なんか天然なイメージもあった永野芽郁さんですけど、はい、一番実はしっかりしてたの、ね、うん、ことでしたけどね、まあ、あのそれぞれの答え、はい、いい身のある相談コーナーだったなという気がしますけどね。そうですね、聞いちゃいましたね、はい、ちなみに井上さん、はい、もし親友と同じ人を好きになってしまったら、はい、どうしますか。それ相当気まずいですね、はい、でもただまず親友を作るところから始めないといけないそこからか親友そんなにいいんですか。親友って言える人います。嬉しいですね。友達からということですね。親友作ってください。
では続いては今話題作に引っ張りだこの写真で終わるんですねやめて続いては今時です。先ほど終わったばかり大坂なおみ選手の速報です。およそ2ヶ月ぶりに世界ランキング、なんかこう自然と表情もちょっと凛としてね、そうですね、ちゃんとこう聞いてましたよねお二人ともありがとうございました。今週は抽選で山梨県のシャインマスカット30名様にプレゼントいたします。また先週のプレゼントの応募は今日までです。では台風の最新情報です。まもなく高知県